信州の山から生まれる清冽な雫はやがて川となり海へと注ぎます。豊かな海の恵みは川や道を伝い信州へと運ばれます。長野県と海を結ぶ活動をご紹介します。毎年9月に開催される穂高神社の例祭お船祭り。船の形の出汁が多くの人に惹かれ市街地を進みます。海のない信州にどうして船の祭りが伝えられてきたのか。それは穂高神社の祭る神様と深い関係があります。穂高神社の本宮です。主神として祭るのは穂高神の御事。その父渡墨の御事とともに古代の海の民安住族に深く信仰されてきました。安住族は北九州や朝鮮半島を本拠地として海運を司り、紀元6世紀頃この地に移り住んだと言われます。お船祭りは海の神様に美しく大きな船と歴史絵巻をかたどった穂高人形をお見せする祭りです。波を乗り越えてきたんではないかなという感じを、想像させて、非常に海とつながってるんだなと思います。午後4時過ぎ、市街地を引かれてきた5艘のお船が1艘ずつ境内を回り、神様に見事な今年の出来栄えを披露します。祭りのクライマックスは大人船と呼ばれるとりわけ大きな2艘のお船のぶつかり合いです。勇ましいお囃子と時の声が激しい戦いを盛り上げます。海を渡って安住族が来たという、そういうことでございますので、やはり海は大切に守っていかなければいけないと思います。お船祭りは海の民の末裔であることの誇りと海への感謝を長い時を超え今に伝えています。海と日本。